第27代メンバーの中でも、不祥でしょう、メンバーの中でも一番青木の落第の被害を受けたでしょう。でもね、これね、いろいろあるんだけど、各年代を振り返ると、もう今振り返る時期なんで、振り返るとですね、まあ、これ名前出していいのかな、ちょっとカットした方がいいかな。第22代の山空、山村空とかね、第23代の守備とか、吉田千尋とか、雷を落としたメンバーが、今はね、一番記憶に残っているというのは正直あります。だからこの第27代は、ある意味、Q の年代だったと思うことがきっとあるでしょう。お母さんはね、引き続きドリームに関わっていただけるということなので、いいんだよね、いいんですよね。まあ、これからもよろしくお願いします。ただし、熱中症には気をつけてほしいなと思います。よろしくお願いします。卒業おめでとうございます。まず青木さん、小田さん、米田さん、コーチの皆さん、そして保護者の方々、いつも僕たちを支えてきてくれてありがとうございます。まず僕はドリームに4年生の夏に入ったんですけど、先輩たちが卒業するときとても悲しかったです。その出番が自分に回ってきたと思うととても悲しくなりますが、悔いのないドリーム生活だったと思っています。そのドリームで僕は本当にたくさんのことを学びました。一つ目は友達や応援は大事ということです。きつい練習で足を痛めたりした時、みんなが大丈夫などと走っていて、きつくてもみんなが頑張れと言ってくれたおかげで僕は頑張れました。大会でもリレーやメンバーや駅伝などでもみんながいたからこそ頑張れたといつも思います。二つ目は諦めないことの大切さです。練習で足を痛めてもみんなの応援もあり、最後まで諦めずに頑張ってきました。そのおかげで学校の持久走では2位を取れてとても嬉しかったです。そしてドリームのみんなへ、こんなに楽しく練習できたのは青木さん、米田さん、小田さん、そしてコーチの皆さん、保護者の方々、後輩たちのみんなのおかげです。改めて2年半ありがとうございました。ドリームで学んだことを生かし、中学生になっても頑張っていきたいです。青木さん、小田さん、米田さん、コーチ皆さんと保護者さん皆さんの、約3年間一緒に、練習してくれたり、応援してくれたりありがとうございました。ひよちゃんへ、陸上を始めるときは親として、とても心配しました。あなたは生まれた時とても小さくて喘息を持って、ちょっと走れる続けるかどうかもちょっと心配しましたが、もう2年半の間ずっと走り続けていて、毎日元気よくドリームに練習や大会などを参加できるようになりまして、良い仲間もたくさんできて、陸上に情熱を傾けたの、費用の頑張りは本当に素晴らしいです。
たくましく成長に立派な卒業生になったね。これからも、いろんなことがあってもドリームの経験を生かしていつでも諦めるに頑張れるの大人になってほしい。いつも応援します。ありがとうございました。はい、あと3人です。キャプテン、キャプテン。いや、2021年8月に入会して2年8ヶ月の間頑張りました。キャラ第27代キャプテン、怪我によってね、6年生の時は結構自力で走れないことが続いてなかったと思います。まあ、キャルといえばドリームの偉大な先輩である石上しおり先輩にイカホームで走るでしょう。しおり先輩もですね、小学生時代は怪我もあり走り込めない時期もありました。その分中学では頑張って全中また都道府県女子駅伝に出場し、高校大学では今頑張っています。その偉大な先輩と同じ東早瀬中に進学するということも何かの縁だと思いますので頑張ってほしいと思います。卒業おめでとうございます。一個言い忘れましたね。木春は歴代記録1点、残して卒業されます。おめでとうございます。ポイントは出てました。青とは2点歴代記録を残して卒業されます。おめでとうございます。青木さん、小田さん、米田さん、コーチの皆さん、保護者の皆さん、今までありがとうございました。私は小さい頃から走ることが好きでドリームに入りました。ドリームに入り、速い人がたくさんいることにびっくりしたけど、その人たちに早く追いつけるようになりたいと思いました。はじめは2キロなど今まで走ったことない距離だったのできつかったです。でもそれ以上に走ることが楽しかったのを覚えています。ゆる年にも参加して自己ベストを更新できた時は嬉しかったです。5年生の時に怪我でなかなか走れない時期がありとても悔しかったです。そんな時に練習に行くたびコーチの方や保護者の方、友達が心配してくれて、早く治してまたみんなと走りたいと思うことができました。6年生になっても怪我がなかなか治らなくて、4年生5年生の時の自己ベストにも追いつけないことが続き、大会が嫌になったこともあったけど、青木さんの全力の応援のおかげで頑張ることができました。最後の1年間はあまり自分の思うように走ることができませんでしたが、走ることは大好きなので小学校での悔しさをバネに中学校でも陸上頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。習っていた剣道の稽古ができず、以前からやりたいと言っていた陸上の道に進むことに。ドリームには同じ学校の子もいなく知り合いもいない、そんな中絶対に陸上やりたいっていう木春の強い気持ちに押され、ドリームにお世話になることにしました。人見知りの木春はただただ走りたいという思いで練習に参加、黙々と取り組んでいました。なかなか友達ができず心配しましたが、年齢関係なく木春のことを気にかけてくれる仲間やコーチの皆さんに助けられ、徐々に笑顔が見られるように。そして6年生の今は副キャプテンとして最上級生として周りのことに目を向け、小さい子たちに優しく接している木春を本当に頼もしく思っています。母には厳しい木春ですが、自分にもとても厳しい子です。怪我で走れない日々が続いた日も、早く走りたいという思いだけで、
頑張ってきました。夜練に行きたいと言って泣いていたと結構と今でも覚えています。これからも楽しいこともあれば苦しいこともあると思います。ドリームで培った根性と周りの人への感謝の気持ちを忘れずに気張るらしく前に進んでいってほしいです。最後にドリームの皆様、親子ともども素敵な時間を過ごさせていただきありがとうございました。そして青木さん、大人の頑張る姿を見せることは子どもたちにとって本当に本当に大切なことですね。私自身もドリームに携わることができてたくさん勉強させていただきました。ありがとうございました。はい、次です。あと2人です。じゃあ2人目カナタ2020年2月に入荷し4年2ヶ月間で頑張りました、第27代のキャプテン、高学年になってからは怪我や体調不良等で待って知れないことが多く悔しかったと思います。でもその分中学での伸びしろは十分にあるでしょう、陸上一家の野口家の長男として、今後の活躍を期待しています。またいつの日かドリームの代表になってくれないかなと密かに期待しています。私が生きている間に代表になってほしいでしょう。はい、卒業おめでとうございます。時は同年代の人は少なく陸上もあまり好きではなかったし知らない大人がたくさんいて怖かった不安だったけど少しずつ仲間が増えていき青木さんも当時は怖かったけど今では感謝することがたくさんあります。他にも小田さんや米田さんコーチの皆さんにもいつも楽しいイベントで大会を運営して見守ってくださったので感謝します。次からは今の5年生が 6年生になり今の4年生が5年生になります。新しい環境になり分からないことがあると思いますが仲間と協力して頑張ってください。僕は中学校に行っても陸上部に入り頑張るので青木さんや小田さん、コーチの皆さん応援よろしくお願いします。ということよりも少しでも体力をつけてもらいたかったということで入会を決めました。しかしまあこの3年間はカナタにとってはとにかく体調不良と、怪我に見舞われた3年間でした。4年生の終わりに、起立性調節障害という病気に何の前触れもなく突然なりそこからは思うように体が動かなかったり学校にもドリームにも行けない日が続きました。これはドリームの大会も考えなきゃいけないかなと悩みカナタにどうする？こんなに辛かったらドリームやめてもいいんだよって聞いた時もありましたが答えはやめないでした。ドリームはやめない、そうカナタから聞いた時私もそこではっきりドリーム継続の決断ができました。
それからはとにかくドリームに行ってみよう。でも行くだけで疲れてしまう時もありましたし、アップやウォーキングだけで帰る時もありました。さすがに私もその期間は本当にカナダが心配で、ドリームの練習も集中できないほど胸が痛みつらかったのを覚えています。しかし青木さんはじめドリームの仲間や優しいコーチ、保護者の皆様のご協力のおかげで徐々に元気になり、ドリームの練習に参加できるようになっていきました。6年生では怪我でなかなか思うように走れない日が続きましたが、今ではこんなに元気にドリームに通えるようになったこと、こうして送る会に参加できたこと、本当に嬉しく思います。カナダ自身大会など個人ではあまりいい成績は残せませんでしたが、ドリームでは大切な仲間に出会い、大会で勝つことの嬉しさ、悔しさ、仲間との絆、いろいろ体験させていただき、記録以上に得たものは大きいと感じております。中学でも陸上をひっそりと続けていきますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。3年間本当にありがとうございました。はい、次最後だ。キャプテンキラリーです。キラリーは2019年8月に入会し、4年8ヶ月の間頑張りました。はい、キラリーは第27代キャプテンとして東京ドリームを1年間立派に引っ張ってもらっただけでなく、小さい体で大きなストライドで一生懸命走る姿を、できました。何事にも一生懸命やる意識は立派です。学校の持久走大会では念願の1位になって、卒業されるということで、ドリームとしてキラリの目標に対し少しはお役に立ったかなと感じております。はい、キラリといえば、ごめんなさい、これは謝ることですけど、第19代、小田さんの娘さんですね、第19代キャプテンのキララと最後まで名前を言い間違えてしまったでしょう、これはすいません。はい、中学の大会を応援に行く際も多分ね、間違えないように大声で応援しますので、ドリームに入って目標にしていた持久走大会で1位というのを
6年生最後に達成でき、努力してきてよかったなと思います。コーチの皆さん、毎週のご指導ありがとうございました。中学でも陸上を頑張りたいと思っているので、応援よろしくお願いします。6年生のみんなへ、みんなと一緒にドリームを卒業できて嬉しいです。思い出がたくさんです。ドリームのみんなとも、お母さんの作ってくれたお弁当を食べながら、みんなで輪になり、待ち時間も楽しく過ごせました。ドリームを続けてきてよかったなと思います。これからも努力すること、仲間を大切にすること、周りに感謝することを忘れず頑張りたいと思います。ドリームのみんなも頑張ってください。応援しています。ドリームに関わるすべての皆さん、ありがとうございました。させていただき、ひらりは約5年間大変お世話になりました。三姉妹の末っ子のひらりは、家では甘えん坊ですが、外でクールで、コーチの皆さんもとっつきにくかったのではないかなと思います。ひらりが東京ドリームでお世話になった5年間は、途中コロナ禍もあり、当たり前の日常がなくなり、誰もが疲弊していた時期でも、子どもたちの練習の確保、陸上を続ける環境を作ってくださっていた皆さんがいたこと、改めて振り返り、どんな時でも子どもたちの笑顔を守っていただき、子どもたちは目標を持ち、意欲的に生活できてきたことは、皆様の個人力のおかげさまだと思っております。本当にありがとうございました。ひらりは陸上の楽しさを知り、仲間と出会い、共に成長することを学び合って、喜び合って、時には悔しさも味わい、心身ともに大きく成長させていただきました。親として我が子の勇姿を見ることは嬉しいことで、それは結果もそうですが、何よりそこまでのプロセスを間近で見たり、一緒に経験し、濃厚な親子の時間を過ごすことができたこと、これは東京ドリームだからこそだと思っております。未熟ながらもキャプテンの大役を任せていただき、スタッフ、コーチの皆さん、6年生のみんなの支えのおかげさまでやり抜くことができました。親バカではありますが、真面目に精一杯キラリのベストを尽くしていたと思います。至らないところもあったかと思いますが、貴重な経験をさせていただいたこと、感謝申し上げます。ありがとうございました。最後の 1,2 年は小学校の仲間が入ってくれて、今まで以上のキラリの笑顔をたくさん見ることができ、私も一緒に楽しい時間を過ごすことができました。ドリームのみんな、保護者の皆さん、ありがとうございました。コーチの皆さん、温かなご指導たくさんありがとうございました。そしてキーちゃん、東京ドリーム卒業おめでとう。たくさん頑張りました。ひらりの努力をたくさん見れたこの時間は、最高のプレゼントで宝物です。よく続けましたね。ありがとう。キャプテンになることが決まった時に、ママと3つの約束をしましたね。1つ目は自己ベスト更新に努力をしていくこと、2つ目は仲間の苦しみも喜びも一緒に味わうこと、3つ目は困っていたら気づいてあげられる人の瞳の分かるリーダーになること。約束に向かって真面目に取り組む姿をいつも応援して見てました。ドリームをもうそろそろ卒業だけどどうだったと聞いた時に、正直この1年はキャプテンをしっかりしなきゃといつも気を張っていた、だけど終わってみるとすごく寂しいと話した嫌いでした。頑張ってきましたね。
皆さんのおかげさまですね。東京ドリームに入って素敵な大人の人に出会えたこと、経験したたくさんの思い出を宝に、これからもキラリらしく頑張ってください。ママは一番の応援団で一番のファンです。卒業おめでとう。最後になりますが、これからの東京ドリームの繁栄とご活躍を心より応援しております。本日はありがとうございました。ございました。ちょっと時間が前倒しされているので10分間休憩しましょうか。はい。